ベルナー・フォン・ブラウン、ベルナー、ベルン・ヘル・マグヌス・マクシミリアン・フライヘル、男爵・フォン・ブラウン、ワーナー・マグネス・マクシミリアン・フライヒーア・フォン・ブロウン、1912年3月23日から1977年6月16日は、工学者であり、ロケット技術開発の最初期における、最重要指導者の一人である。第二次世界大戦後に、ドイツからアメリカ合衆国に移住し、 研究活動を行った。旧ソ連のセルゲイ・コロリョフと共に、米ソの宇宙開発競争の代名詞的な人物である。ドイツ帝国東部ポーゼン、原ポーランド近郊ので、貴族、ユンカーの家に生まれた。父親は男爵。後のバイマル共和制末期にフランツフォン・パーペン、内閣で食糧農業大臣となった人物である。母親は、 彼がルター派の献身令を行った時に望遠鏡を与えた。天文学と宇宙分野への関心が彼を生涯にわたって動機づけた。1920年、ビルジッツがベルサイユ条約に基づいてポーランド領になると彼の一家は他の多数と同様にドイツ領へ移住し、シュレージエン地方で新生活を始めた。ここで彼は音楽家、 パウルヒンデミットにピアノを教わっている。彼はロケットの先駆者、ヘルマン・オーベルトの表した論文、1923年を手に入れるまでは、物理学と数学が不得意であった。しかしその論文を手に入れてからの彼は数学に打ち込み、得意科目にするまで努力した。1930年にベルリン工科大学に入学した、ドイツ宇宙旅行協会にも入会し、 ヘルマン・オーベルトの液体燃料、ロケットエンジンの試験を手伝った。その後、工学士の学位を得て、ベルリン大学へ進み、陸軍兵器局のバルター・ドルンベルガー陸軍隊員の元で研究するよう取り計らった。ブラウンは、ドルンベルガーがすでに持っていたの個体ロケット試験場の隣で研究を続け、2年後に物理学の博士号を受けた。しかし、この時公表された。 博士論文は執筆された一部だけであり、完全な論文が公表されたのは1960年になってからであった。1934年の暮れまでに、ブラウンのグループは 2.4km 以上の高度に達するロケットを2機打ち上げることに成功したが、この頃すでにドイツロケット協会はなく、ロケットの実験は新たな体制では禁止されていた。 軍用の開発だけが許可され、ドイツ北部のバルト海のベーネ・ミュンデ村により大きな施設が建てられた。第二次世界大戦において、ドイツ軍が連合国軍に対して劣勢に傾いていた1943年、ドイツ国総統のアドルフ・ヒトラーは A-4、ドク、アグラギャット4型ロケットを報復兵器として使うことを決定。 ブラウンらのグループは、ロンドン攻撃のために、弾道ミサイル A-4 の開発をすることになった。ヒトラーの生産命令から14ヶ月後、最初の軍用 A-4 が、この頃には、ハインリヒヒムラーの考えた名前の V-2 と呼ばれることになっており、1944年9月7日に、ヨーロッパ西部に対し発射され、 その後ドルンベルガーは陸軍のロケット開発指揮官にフォン・ブラウンは技術部長になった。彼らは航空機とジェット補助離陸、抗議のジェットの意味であり、空気を吸い込まないロケットも含むような液体燃料、ロケットエンジン、長射程弾道ミサイル A-4V2 ロケットと超音速対空ミサイル、バッサーファルを開発した。SS、ナチ新兵イとゲシタポ。 国家秘密警察は、フォンブラウンを国家反逆罪で逮捕した。ドルンベルガーは、もしフォンブラウンがいなければ、V-2 は完成しない。そうなれば、あなたたちは責任を問われるだろうとゲシュタポを説得し、フォンブラウンを釈放させようとした。しかし、それでもゲシュタポは、許そうとせず、最後はヒトラー自らがゲシュタポを取りなし、ようやくフォンブラウンは解放された。その時ヒトラーは、 私でも彼を釈放することはかなり困難だったと言ったという。1945年5月にドイツは連合国軍に敗北することが確実な状況となり、フォン・ブラウンはペーネミュンデに戻ると直ちに彼の計画スタッフを招集し、どの国に亡命すべきか、どうやって亡命するかを決めるよう求めた。科学者たちのほとんどはロシア人を恐れ、フランス人は彼らを 奴隷のように扱うだろうし、イギリスにはロケット計画をまかなうだけの十分な視力がないとじていた。残ったのがアメリカ合衆国である。偽造した書類で列車者を盗み出した後、フォン・ブラウンはアメリカ軍に投降するために、ベーネミウンデから500人を連れ出した。その頃 SS はドイツ軍の管理から逃れて、記録を行動などに隠し、アリカ軍と接触を試みている。 ドイツ人技術者を殺すよう命令を受けていた。ドイツが連合国軍に対し降伏した後、最終的にロケットチームはアメリカの民間人を見つけ投降した。技術者たちの重要性を知ると、アメリカ軍は即座にペーネミュンデとノルトハウゼンに向か、残された V-2 ロケットと V-2 の部品をすべて捕獲して二つの施設を爆破破壊した。アメリカ人は、 貨車300両分以上の V-2 をスペアパーツをアメリカに持っていった。しかしフォン・ブラウンの生産チームの大半は間もなく進駐してきたソ連赤軍の捕虜になった。フォン・ブラウンを最初に尋問した人物は後に中国の宇宙開発を担うゼニが曇りだった。6月20日にアメリカのコーデルハル国務長官はフォン・ブラウンのロケット専門家たちを移送することを承認した。 この移送は、ペーパークリップ作戦として知られる。その理由は、多数のドイツ人技術者が、陸軍兵器省に配属され、合衆国に来るよう選ばれたものは、紙クリップで印付けられたからである。彼らが移送されたのは、デラウェア州ウィルミントンのすぐ南方にある、ニューカッスル空軍基地であった。その後、ボストン市を経由し、カイロのニアルの駐屯地に連れて行かれた。後に、 フォン・ブラウンを除いた専門家たちはメリーランド州のアワティーン性能試験場に移され、そこでペーネミウンでの文書を整理させられた。これらの文書があれば、工学者たちが中断していたロケット実験を続けられるのであった。最終的に陸軍兵器技術情報チームの本部長オルガー・エヌと太い陸軍大佐の副官であったジェームズ・ P ・ハミル陸軍少佐の命令で、 ホン・ブラウンと126人のペイネミューンでの技術者たちはエルパソンのすぐ北にある大きな陸軍基地テキサス州で彼らに与えられた新たな家に移された。彼らは合衆国で新生活を始めるにあたり奇妙な状況にあることに気づいた。彼らは軍人の護衛なしにフォートブリースを出ることができなかったことから時には自らのことを平時保養プリッツアナーズ・オブ・ピース 戦時捕虜、プリッツアナーズ・オブ・ウォーにかけた車落、どこだフォートブリスに滞在中、彼らは、産、軍、学の要因に複雑なロケットや誘導ミサイルに、関する訓練と、ドイツから、ニューメキシコ州、ホワイトサンズ性能試験場に運ばれてきた、多数の V-2 ロケットを利し、組み立て、そして打ち上げる手伝いをする仕事を課せられた。さらに、彼らは、 軍事と研究へ応用するロケットが持つ将来的な可能性について学ぶことになった。この時期、フォン・ブラウンは10枚で18歳のに求婚する手紙を書いた。1947年3月1日、彼はマリアと彼女の住む地域のルター派教会で結婚式を挙げた。1948年12月に最初の娘アイリスが ポートブリスの陸軍病院で誕生した。1950年、フォン・ブラウンと彼のチームはアラバマ州ハンツビルに移され、そこがブラウンの以後20年間の住みとなった。1950年から1956年にかけ、フォン・ブラウンはレッドストーン兵器省で陸軍のロケット開発チームを率いて、兵器省の名にちなんだレッドストーンロケットを生んだ。 1952年、フォン・ブラウンは、なおもロケットが平和的な探検に使用される世界を、夢見て、宇宙ステーションの概念を、死に発表した。この宇宙ステーションは、直径75メートルで、高度1700キロメートルの軌道に置かれ、人工重力を発生するために自転するとされた。彼の予見では、ここは、月探検のための理想的な出発点のはずだった。 フォン・ブラウンはまた、ウォルト・ディズニー率いるディズニー社の宇宙探検に関する3本のテレビ映画の制作に技術監督として参加した。フォン・ブラウンは、その後何年も未来の宇宙計画に対して、より多数の講習の興味を引くことを望んで、ディズニー社との仕事を続けた。陸軍弾道ミサイル局、アブマの開発オペレーション部門の長として、フォン・ブラウンのチームは、 レッドストーンを改良したジュピター C ロケットを開発した。ジュピター C は1958年1月31日、西側諸国として初めての人工衛星エクスプローラー1号の打ち上げに成功した。この出来事は米国の宇宙計画の誕生を告げるものであった。1958年7月29日にはアメリカ航空宇宙局 NASA が 法律上成立した。翌日、50番目のレッドストーンロケットが各実験ハードタック作戦の一部として南太平洋のジョンストン島から成功裏に打ち上げられた。2年後、NASA はアラバマ州ハンツビルにマーシャル宇宙飛行センターを新設し、フォン・ブラウンと彼の開発チームをレッドストーン兵器省から NASA に移籍させた。 フォン・ブラウンは1960年から1970年まで同センターの初代所長を務めた。マーシャル宇宙飛行センターの大きな初仕事は1960年に就任したジョン・ F ・ケネディ大統領の指揮下で計画がスタートした宇宙飛行士を月に運べるサターンロケットの開発であった。フォン・ブラウンの子供時代の方針であった。 時代を動かすこととその後の夢となっていた人類が月面を踏む手助けをすることは1969年7月16日マーシャル宇宙飛行センターが開発したサターン V ロケットがアポロ11号の搭乗員を打ち上げた時に現実のものとなったアポロ計画の過程で6組の宇宙飛行士チームが月面を探検した1970年フォン・ブラウンと家族は ハンツビルからワシントン DC に移り、NASA 本部の計画担当副長官補に任命され、テクノクラートとしての役割を果たすが、アポロ計画後、フォン・ブラウンは、彼の将来の宇宙飛行の方針が、NASA のものとは違うと感じ、1972年6月に NASA を辞した。彼は、メリーランド州、ジャーマンタウンにある、フェアチャイルド社の副長に就任し、1987年に、 設立された、現在のの全身を創立し進行する活動を行った。宇宙協会の活動の頂点で、フォン・ブラウンは自分が癌であることを知った。手術を受けたが癌は進行し、1976年12月31日にフェアチャイルド社の辞職を余儀なくされた。1977年6月16日、バージニア州アレクサンドリアで没する。 フォン・ブラウンは、第二次世界大戦中は、ナチス党政権下のドイツのために、V-2 号ミサイルの製作を指揮し、ナチス党員、新衛隊少佐でもあった。戦後渡ったアメリカ合衆国では、その経歴のために、様々な非難を受けたが、ナチズムには、前から反対だった、宇宙に行くためなら、悪魔に魂を売り渡してもよいと思ったと弁明した。 第二次世界大戦中はドイツ軍の勝利のために弾道ミサイルを開発し、ドイツの敗戦後には第二次世界大戦中にドイツの敵国であったアメリカ合衆国の国家の威信のためにロケットを作るという不死は両国の評論家よりしばしば非難される。風刺家トムレイラーは歌の中で彼を忠誠が便利に支配された男と評している。とはいえ、 人生をロケットの研究にかけ、ドイツやアメリカのような一部の国家の発展にではなく、グレートジャーニー以来の人類全体の生存領域の発展に注義を尽くしたともいえ、またフォン・ブラウンの西側諸国の科学、技術界における貢献は大きく、1975年にアメリカ国家科学賞を受賞している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。